はいどうも百鬼にです。今回は前回の続きになります。ダイソーさんの方で購入してきたこちら。トリプルムービングボール。今度レベル3なんですけど、前回レベル2。これが2色だったんですね。で、これまだ分けた状態で置いてあるんですけど、今回はレベルが3。3色ですね。なので3つ分かれてます。これをそれぞれの色に分けるという、この脳の活性化シリーズみたいなやつですね。いや、こっちでもね、10分ぐらいかかったんですよね。さて、こっちがどれぐらいでできるか、こっちは容量一緒ですからね、しっかり試していきたいと思います。はい、前回のと違って、今回は3つですね。同じで、弾はね、1つしか多分通らないようになってます。ここ。はい。で、赤、黄色、青と3色ありますので、とりあえずはね、ちょっと、まずここが今少ないとこをちょっと1色にしたいと思うので、ここを青にしましょう。ここに青を集めたいと思います。さて。まずはこの通路にボールを入れるのがどうしてもこっち行っちゃいますね。とりあえず黄色と青をちょっと移動させます。ダメだ。すいません。ギブアップ。1時間ぐらいやってるんですけど、もうあと1個ってところでまたこっちに移ったりとね、もう何回やってもまとまって集まりません。やっぱレベル3となるとちょっと難しすぎますね。うん、レベル2はね、10分ぐらいでいけたんですけど、さすがにこう1つ移動するときに、ね、ここで分岐しちゃうんで、いやこれはなかなか難しいですね。またね、そう完成するまで挑戦はしたいと思うんですけど、1時間やっても今回はできませんでした。はい。こっちはまだね、2色なんで、1つずついけばなんとかなったんですけど、いやー、こっちは難しい。集中して、あっという間に1時間ぐらいかかっちゃったんですけど、結果は完成しませんでした。はい。結構頭使いますしね。どうしよう、ああしてこうしてって考えちゃうんで、気になる方、ちょっと挑戦してみてください。はい。これどちらもおもちゃコーナーですね。前回同様、知恵の輪だったり、そういったちょっとパズル系のものを置いてるコーナーにありましたので、気になる方は、ダイソーの方に足運んで確認してみてください。はい。じゃあすいません。今回はこの辺で。また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。